なんか違う。オズモポケット。言いたいだけだよ。オズモポケット。オズモポケット。すいません、いただきます。オズモポケットってどこの会社なんですか？パナソニックですか？どこですか？キャノンですか？あ、キャノンじゃない、あの DJI っていうメーカーなんで、はい、外国のメーカーですか？でも調べればすぐ行かせる。はい、
ありがとうございます。ありがとうございます。使いやすさは実証済み。それ携帯にぶっ刺して刺して、データその携帯にそのままで平均できるの。見ましたよ、ショキちゃんの。やばいっすね。あれ、やばいことになるんじゃないですか。どういうボンね。なんか食い合わせる。うおあれ、マジすげえよな、本当に。勢い半端ないっすね。今一番ブーストあるんじゃないですか。動画めっちゃ見やすいし。本当に。俺上
お熱大陸とかで辻さんがゲストを見ますもん。アナザースカイとか、あとプロフェッショナル。でも肉の肉のそのなんかこうなんでこう肉にこう特化しようと思ったのかから始まり、きっかけ幼少期のなんかいろいろあり、でターニングポイントでなんか構成しっかりじゃないですか。すげえ見たい。いやさっきのあのその仕入れ云々とか出てえと思っちゃった。要はその納得いかないもの嫌だからってことですよね。まあ極端に言えばそうですね。嫌なものは嫌だっていうあれですよね。もう俺流ってことですね。オフラートにやってます。まあなるほど。お肉の大食い系の動画で一番多いんじゃないですか、29。なんか最近の勢いだとそうかもしれないですね。あれツインズも来てくれました。来ました。ツインズはでも松之丞さんの番組と同時収録。松之丞、松之丞カレンの完成だっていう地上波で。おいしい。いや確実に1位だと思いますよ、肉だったら。きっかけって誰なんですか、大食いの最初って。ドラちゃん。ドラちゃんどういうあれで来たんですか。まあ普通に多分 2.9 キロのチャレンジメニュー一番最初にお願いしますけど、あの時に豆つけてきてくださって、そこからまあいろいろお話ししていく中で、じゃあいろんなことやろうみたいな、そこからスタートですね。チャレンジメニューなんで作ったんですか。いやもちろんプロモーションもあるんですけど、単純にちょっと興味があったんですよね。思った以上に僕ね来てくれて、嬉しい限りです。確かにテレビ来ちゃうとすごいですよね。お客さんの層って変わりました。あの変わりましたね。女性の方が本当に増えました。うわぁ、前はやっぱだんだんね、そういう上でやってもらったので7、3ぐらい、逆転して今3、7です。これ変わるもんなんですか。変わります。メディアの影響はやっぱ大きいですね。シュラスコチャレンジ誰かやってくんないですか。早食い。チャレンジですか。シュラスコの早食い。ああ、そうあれ、そうあれは一人一人いらっしゃったんですか。全然関係ないじゃん。早食い。はい、一人いらっしゃったんですけど、まあ、相談に失敗されまして。7分。7分、15分ですけど。あ、そっか。じゃあ15分もちょっと厳しくて。でもチャレンジャーいたんですね。俺すげえあのドラゴ君とかラスカル君とかめちゃくちゃやってほしいんですよね。楽しいじゃないですか、純粋に。ちょっと今度、そうですね、ちょっと煽ってくださいよ。今度同時にどう思われる。あ、でもそれはちょっとあれか、いろいろある。俺は全然ないよ。ちょっと上手くさ悪い。いや、むしろやりたい。多分 2.9 があったら、2.9 キロがあったらどうひっくり返ってもおかしくないようなグラムなんで。5とかになってくるとやっぱ差はちょっと出てくると思うんですけど、ちょっと変わってきちゃうんですよ。2.9 キロだとその
多分3人の中で考えたら誰に対しても平等になるわけ。いやそれこそあれですよ、あのこの山岡屋さんのあのダイブさんのやつでしたけど、はい、山本さん、はい、キングさん、はい、これ今度あの会うんでちょっと聞いてきますよ、ラスカルと山本さんに。そんなのもシュラスコですよ。自分のフィールドなんですかね。俺を超えろどうやって。いやもう、マジで早かったですね。指食ってもおかしくなかったそれぐらいヤバかったです。あれでもあれは過去の記録でしかないかな。山本さん実は早いし、すげえ。でもすごい、まあ、僕も後からのアーカイブで見たあの人、やっぱ量も結構やっぱしっかり入れるし、やっぱ量本当に調べてきたらあの人に勝てる人はいないですよ。だってあの人現役のイティアさんと城田さん破ってますからね。城田さん認めてましたもん。なんか認めてるのって何人かしかいなくて、なんかお仕事かなんかの休憩中かなんか聞いたことあって、はいはい、で誰と誰と誰みたいに言って、山本さん入ってましたね。拓也。じゃあ話しとくんで。マックさんもやっぱりですか。フードバトルクラブはやっぱちょっと見てたというか意識してるか。モロじゃないですか。モロです。モロモロモロ。あの時は競技としてはまだやられてる、あの時代の時って15年ぐらい前だと思うんですけど。見るだけです。見るだけ。34歳からね、僕デビューしたの。いや楽しみだな、その話振って食いついてくれるかな。手を入れ出したきっかけとか、もやずっす。もやず可愛くて、もやずがチャレンジ目にやって、このブログ上げてて、そこチャレンジ目に成功すると顔写真貼られて、ワンピースの賞金首みたいにバーッと貼られて、はい、成功者はもやずの横に貼られんじゃねっていうミーハーで言ったら、はい、クリアできて、そこからチャレンジメニュー巡りをして、その途中にあったのが大食いだったんですよ。なんか元々食べられたみたいな、量食えたみたいな自覚はあったんですか。ない。ないですね。ないないない。でも食べれたんで、普段も食べてるんだって2合くらいしか食べないんですよ。食べない食べないです。家なんか最近なんか1合も食べないじゃないですか。昨日の晩も半合ぐらいかな。まああくまでオフの時ですけどね。この おかずがうますぎて絶対米がなくなるバナナ。インタビュー動画みたいな。全然ありがとう。僕は楽しい。違うんですよ。俺は杉さんのことは聞きたいんですよ。肉の勉強ってどうやってしたんですか。話せない範囲でいいんで教えてください。あ、僕はでも普通に調理師学校行って、それで肉教育行って、最初中華だったんですけど。え、そうなんですよ。最初中華やって餃子の王将さんでも食べたことがあってなんですけど、そこからお肉好きになって、お肉ちょっと勉強したいなと思って1年ぐらいしっかり勉強してて、ます。なんか俺ちょ結構大きな誤解したかもしれないです。俺、はい、バーの人で、でお肉好きだからバーにプラスアルファでお肉をっていう夢やっちゃったんですけど、どっちかというと逆っすか。どっちかというと逆です。料理やってて、でバーのお店やるし、やらないかってやって、で独立してでお肉を食べて、でお肉のお店どうですか。最初に中華行った理由って何ですか。なるほど。純粋に、それ専門の時ってどうですか。それ専門の時ですね。今おいくつですか。32年前。10年前、はい、え、今10年前の自分と今の自分相当できました。まあ、やっぱり違うんだ俺もそうっす、はい、まあ、やっぱそうなんだ。気づいたらこうなっちゃったんですよ。いや、でも3カ年計画みたいなのがやっぱちゃんとあるんで、それに沿っては来てます。でも10年前は相当できてないんですよ。こっから先もあるんですか。まあありません。
きで。すいません、なんか顔も出てないのに。楽しみですね。僕はここはあの全くカットしないで使いますからね。杉さんの音声入りでこの辺ちょっと顔写真をペロンって入れてるかもしれない。俺だよっつって。犬の写真かもしれない、こうやって。恥ずかしい。ワン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 って。あ。前から思ったんですけど、はい、圧倒的にレスポンス早いですよね、杉さんで。ああ、その LINE にしても連絡系なんで。確かに、それ意識してますね、スピードを。おお、やっぱそうなんだ。やっぱそうなんだ。意識してるんだ。終わらせないですよね。バリバリやる人とかって。あ、そうですね。そのまでポン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 ってきますよね。イエスかノーか。
のままでいいんですけど、スイさんとて肉って何ですか。そのままでいいんで、そのままでいいんで、肉って何ですか。自分をハッピーにする材料の一つ。すげえ、割とすぐ出てきた。おお、あ、本物だわ。あくまで手段の一つかな、いい意味で。はい、悪くなんか、それを使ってどうするとかじゃなくて、好きな、ね、好きなものの一つとしてこう、ビジネスでさせてもらってるんだよ。俺、どんなエピソードより今の振って、すぐ来た速度が一番説得力ありました。え、でも多分そういうことだと思うんですよ。夢って何ですかって言われてパッてすぐ答えられるやつって大体もう目的はっきりしてる人間なんですよ。そうですね。俺でもマジで思いました本当に。マフさんの夢は俺世界一です。速さ負けねえよ。負けねえよ。フードファイター世界一、それ以外ない逆に。頑張ります。確かに。71本の方はですか、去年も優勝された方ですか。去年ワールドレコードで74食べてます。で、彼の練習動画で確か一番食べてるのは10分で78本です。絶対練習よりは少なくなるんですよ。あ、やっぱそうなんですね。なります。タケルさんに勝ってる男ですからね。唯一。もうダントツなんですけど。もう20本ぐらい逃げてますよ。本当。もうスターとかって枠超えてもう英雄ですねあれ。もう何が違うの？咀嚼力とかですか？咀嚼力、飲み込む力と。あと単純に容量もそうだろうし、ガッて水分入れる、はい、ガッてスピードで入れてもそのショックに耐えられる胃袋を持ってたりとか、あ、はい、あとやっぱメンタルとコンディション作りと、多分一番はでも気持ちだと思います。多分あそこまで行っちゃうとこの多分の想像の話ですけど、ここからは多分モチベーション維持するの大変だと思うんですよ。例えばなんかタケルさんがいたらタケルさんを倒そうとか、例えば終わったらラスカル君とか、多分ラスカル君は俺だったりとか、そういうね、ライバル関係があるじゃないですか。小林タケル、ジャンとシロタみたいな、分かんないけど、多分独断上に一人の戦いだから、そうなるともう記録に挑み続けるしか多分なくて、彼の場合は1位なんてもう分かっちゃってるから、その中でっていうのは本当すごいと思います。もちろんもちろん。これがマックスでも幸せだと思います。あれだけぶち抜けて目指す目標がいるっていうのは、彼はいないからすごい大変だと思う。もっと辛いと、まあ大変だから、そうなんか嫌とかそういうのではないかもしれないですけど、簡単だからいいとかそういうわけじゃないと思いますけど、にしてもっていうのが、ダース。こいつに負けたくなって言いました。あ、いました、いました、全然。できるときいましたけど。そういう話絶対して。いや、やめてください。絶対お前には負けたくないっていう。ここまで日本一じゃなかったんで。なんか、フィギュアしてるんで、夢じゃないなと思って。まあ、でも、ライバル、こういうこいつがなかったんで、人はやっぱりいましたね。どうも、人に、国葬の時は、ジャック・ハイムとか、ね、
最終的にはその人には勝ち越したんですか、負け越したんですか。1回だけ勝ちましたね。あ、じゃあ基本負けたんですか。基本は負けたら10回くらいやって多分8、9回負けた。うわー、目指す目標でも勝ったことあるんですね。そうですね、まあ、その方も今ダーツ競技としてやめられちゃったので、なんで倒したいと思ったんですか、その人。試合が注目の試合だったので、杉さんってその人も。そうですね、その時の、まあ、なんか対戦カードは。そうですそうです。要チェックだって。たまたまその試合でボロカスにやられたんですよね。そっからですね。え、覚えてます？いや、めっちゃ覚えてます、ね。悔しかったですか？めっちゃ覚えてます。いや、悔しかった。そっから。もう何も出ないぐらいやられたんで。あ、もう決勝決勝ですか？そうですそうです。で、あっちは多分英雄になってヒーローになってそうですね、こっちはどん底味わって。そうです。まあ、そういうのがあってこう やってやろうって。なるほどね。まあでもダーツの面白いところって、相手がいるようでいないスポーツなんで、スポーツに行っていいか分かるんですけど、バリバリスポーツなんじゃないですか。対戦っているんですけど、自分が投げる瞬間って何も邪魔が入らないです、基本的に。そのなんかこう、外せーとかそういうのもない。ないです、ないです。つまみ出されますね。紳士のスポーツ、紳士のスポーツって言われますね。そっか、その本当の刹那の瞬間は自分だ。そうです、もう3本投げる、そのね、目の前には障害物ないですし、時間制限とかはあるんですけど、結局対自分になるんで、それを入れたら勝ち、外したら負けみたいな。もうそこもやっぱね、メンタルとかもあるんでしょうけど、メンタルコントロール。そうです、技術はもちろん相手がいて、海外のやっぱ競技人口がすごいですか。あ、多いですね。え、海外の大会とかも行ってたんですか。海外の大会は、いや、僕は当時は行ってなかったんですけど、今はついていくみたいな感じで、いろんな人についていくみたいな感じで、たまに。どっちが楽しいですか、会場の雰囲気とか。いや、海外の方が、大広げというか、ヘッドバイトと一緒だ。お酒の飲み方とかもそうですし、交流の仕方とかもやっぱりオープンというか。うわ、超一緒。あ、でも、多分こいつするとかあるな。観客の、リアクションもでかくないですか、いい意味で。あー、やっぱそうだ、一緒。一緒、ほんと一緒。全然違うもん。戦うみたいな人が増えてほしいなってちょっと思ってます。フードファイトですけど、なんかちょっと寂しいです。まあでも、ね、簡単にできることじゃないですね。競技人口多いわけじゃないと思う。ぶっちゃけお金もね、渡米だなんてむちゃくちゃ金かかるし、10万20万じゃねえから。そうですね。たけるさんクラスにならないとスポンサードしてくれる企業とかもないだろうし、多分個人間のやり取りになっちゃうから、もうそこまで求める人間もいないし、結局ね、こうする。
係ないこと聞いていいですか。はい、今30代ですよね。はい、20代と今の30代でこう比べた時に仕事に対してのなんかこう捉え方っていうか考え方の変化ってありました。降ってくるんですね。来るようにまあ仕向けたりももちろんしますし、そういうのもまあこなせるようになっていったらね、すごい。あ、じゃあもうがむしゃらみじゃなくてもバシバシこうガンガンこうガンガン行こうって系の。あー食べたー、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。
のこんだけ時間かかったらやっぱなまってるんでしょうね。味はもう間違いなくもう一級品ですよ。皆様、お肉のこと町田に来た際はぜひ29歳に来てみてください。お肉に関してはもう特に、あとプロフェッショナル仕事の流儀を聞きたい方もぜひこちら29さん、町田イコール29。ありがとうございました。バイバイ。天才イケメンです。バイバイ。